山田マリアです。私は35年間ハンセン病のことについて詳しく知らなかったんですが、この度いろいろと説明を受けて、とても衝撃的でした。もし、自分の身近な大切な人がハンセン病になったら、私はどのように考えて受け止めるのだろうというふうに今回真剣に考えました。今ですね、こちらのチラシに書いてある通り、まだ終わってない、まだ自由じゃない、本当だなというふうに思いました。ぜひ皆さんもですね、ハンセン病のことについて詳しく調べて、皆さんが独自の考えを持って向き合っていただけたらと思います。シンクナウハンセン病。